はい、こんにちは。今日は、目の使い方シリーズの、特殊な部類に入る、使い方ということで、説明が難しいので、今、解説しながらやっていきたいと思います。片目が著しく、視力が悪い方がこういう使い方をしているのかもしれないなというお話です。今、左目だけでいきます。要するに眼帯している状態と思ってください。この場合、左目で、すべてやるわけですが、これ今、右に折れてます。右振りと言いますが、私はね、右に折れてる場合、今、左目で行くと、目の構造上、左側を、カップ側ですね、を見やすいんです。右目では、離れ目ってできないので、あそこを視界に捉えるのは、右目は辛いです。左目はあそこをこう捉えるのが比較的楽なんですね。ですからこれは左目で球は一応見ますけども、その後向こうと接点を一生懸命探すんですが、この場合に、左目で接点探して突きます。はい、次に、これも同じですね。これも右側なので、左目で見てるとカップ側が見やすいという現象です。はい、次にこれが左折れになりました。この場合に左、これほとんど角度が少ないので。左目だけでも視界に捉えることは可能なので、このままやっても大丈夫です。はい、これも左折れてますが、ほとんどまっすぐなので、景色としてカップも捉えられているので、いきます。次にこれを左目で行くとして、これも振りは少ないので、景色の中には捉えてます。なので、左目で行きます。次ですね。これは、右に折れてます。これは、左目で捉えるのは楽なので、そのままでいい。はい、これでまっすぐの球になりましたから、これも当然、左目だけでも大丈夫。これで今、こうしました。取り方の問題ですけども、2番からいきますか。2番はこれ左に折れてます。左に折れているのが結構折れてます。そうすると、この状態で視界に捉えるのが難しいので、ほんのちょっと右側に目を寄せると、右目の役割をするので、視界に捉えやすいということになるので、少し寄せました。右目の方にですね。約5ミリから1センチぐらいです。これは右に折れているので、左目で向こうの景色を捉えやすいので、このまま行きます。はい、次にこれが右に折れているので、これは当然左目が向こう見やすい、遠い方見やすい目なんで、左目のまま行きます。はい、これが、片眼視。両目が開いているけども、左目だけでやったという片眼視。要するに、この、振りに対する位置関係の補正の仕方というのが、左にアングルしている場合、左に折れている場合、左目ではあそこを捉えるのが厳しいです。要するに外目ができないので。
ですからこのまま行くと向こうの景色が分かりづらい。で、まあ中央を見るのは左目でいいんですけれども、あとコンタクトポイントまでは左目でいいんですね。向こうを見た時の景色が見えづらいんですね。なので少し右に寄せておきます。気持ち。これで向こうの景色も目に捉えやすくなったので、これでいけます。はい。説明的にはこういうことで、右目は逆ですね。右アングル、右に折れてる場合、右目で外目になるので、カップ側を捉えにくいので、少し左目に寄せてやると、向こうの景色も捉えやすい。視界に捉えやすい。ということになります。今ウォーラードワンダップやりましたけど、右目の話は今ワンダップやらないでここで説明してしまいますね。右目で左にアングルしてるボールをつく場合、当然球は一回右目で見ますが、向こうを決心に捉えるのが右目の場合楽です。交差しやすい、寄り目になりやすい。外目はできないので、左目では向こうが見えない。右目だと向こうが見やすい。要するに、この景色を右目が捉えやすいですね。左目では、左俺の景色は捉えづらい。なので、右目でセットしていっても大丈夫です。逆に今度、右俺ですね。おおむねハーフボールにしておきますけども、右に折れた場合、右目で向こうを捉えるのは厳しいんです。外目ができないので。本当はこれ左目の副眼があっちを見るんですが、右目では捉えにくいんですね。なので、少し左目に寄せてみると、もう本当に5ミリか1センチ。そうすると向こうが視界に入ってきますから、そこで行きます。はい、左右の話で、こういう位置関係の捉え方をして、まあ、景色として認識しやすい、ということで、やってる方がいらっしゃるらしい、ということです。これは一番目の使い方の中でも結構特殊な方だと思います。一応、このご説明をしておきます。はい、ご視聴ありがとうございました。